7対4、近鉄がその差を3点に広げ、ここからは大事な大事な継投になってまいります。マットソンを下げ、牧をマウンドに上げました佐々木監督。おとといも1点差の場面で8回2アウト2塁というところで牧が登場、小坂をサードゴロに打ち取ってショートリリーフ、アウトを1つ取っただけの短い登板だったんですが、キラリと加藤さん光るものをおとといも見せてくれましたね。そうですね、まあ、もともと中継ぎはちょっと苦手なタイプのピッチャーなんですけど、はい、おとといは本当に、いい投球しましたからね。ちょうど1週間前の日曜日、大栄戦で今シーズンの1勝を先発でマークいたしました。で、まあ、今週は西武との2連戦で移動日が1つあって、今回のマリーンズとの3連戦で、まあ、登板の機会が赤堀、岡本、マットソンというこの3連戦の先発のローテーションで、牧の登板が、まあ、ないためにこういう形でリリーフのベンチに入ってたわけですけどね。そうですよね、あと、まあ、柴田一人しか、はい、左の、まあ、ワンポイント的な、ね、はい、ピッチャーがいないということでね、まあ、そういうことになってるんですけど、まあ、でも牧オープン戦の状態から考えると、はい、別人のようにうまく調整してきたなという感じしますね。随分出遅れてしまいましたもんね、はい、で、まあ、その出遅れのこともあって、大石ピッチングコーチは万やむを得ず今回の3連戦この牧をリリーフのメンバーとしてベンチの中に入れていると。もちろん気持ちとしては頭から言ってほしいピッチャーなんだという話はしてますけどね。いや、もちろんそうですよね、おそらく来週の大栄戦あたりではもう一度先発の登板があるでしょう。牧今日はセットアッパーの役目でマウンドに上がりました。まあ、ただこの回のこの、はい、特にこの小坂に対する投球というのは大事ですよね。はい、おとといは小坂をサードゴロに打ち取ってピンチを切り抜けた牧。小坂、平井と左バッターがまず2人続いてきます。4割2分1厘今日の試合を迎える段階で4割2分9厘です。ですから、まあ打率は少し下がってはいますが、それでも大村との激しい首位打者争い、この試合もお互いにヒットを打って競争の度合いさらに深まってまいります。セカンド正面、高須。牧がまず小坂をおとといと同じく内野ゴロで打ち取りました。もともとそのリリーフはやや苦手にしているというのは具体的にはどんなところが、どちらかというと立ち上がりが悪いピッチャーなんでね、はいはい、変わりっぱなに打たれるケースが結構多いんですよね。変わりっぱな小坂はセカンドゴロに打ち取りました。平井に代わって代打立川です。まあ、平井は本当に左ピッチャーを苦手にしている部分ありますもんね。右と左と本当に別人のようなバッティングしますからね。ここはすんなりと山本監督立川をピンチヒッターに起用してまいりました。1週間前の大栄戦で佐久本との投げ合い、大道や吉永にホームランを打たれましたが、しかし力だけに頼らず変化球を効果的に使って先発での1勝をマークした牧。プロ2年目です。141キロ、サウスポーの140キロ台って言ったらもうかなり速く思えるんじゃないですか。結構速いですね。変化球ちょっと抜けました。おとといのリリーフのマウンドは1点差、今日は3点あります。
もったいないですね。ありました。はい、大石ピッチングコーチの表情が物語っています。マットソンが6回4失点。終盤まず牧がマウンドに上がった大阪近鉄バファローズ。ここが見せどころのピッチャーリレーです。ワンアウト一塁で打席は堀。去年1年目で6勝をマークしました。ゲッツーコースだ。高須から吉岡セーフ。佐藤が深いところ追いついたんですが一塁への転送は間に合いませんでした。ゲッツーは取れませんがツーアウト一塁に変えました。守備範囲でも広いですね佐藤は。守備は本当にいいですね。まあ、本当にあの水口の穴を埋めてるんじゃないですか。はい、これだけの守備をベンチにアピールしますと右ピッチャーの時は武藤、左ピッチャーの時には佐藤といった使い分けっていうのもできそうですね。そうですね、本当にそういう意味でも今日はいいアピールしてますよね。はい、今日はそのショートを守る佐藤が犠牲フライでプロ初打点。そして4回には大村の勝ち越しタイムリーを生み出す5年ぶりプロ2本目のヒットも飛ばしました。スイッチヒッターのボーリックがサスポーの牧に対しては右の打席に入っています。この後は3打数3安打2ホーマーのブレイディです。加藤さん、ボーリックは右の打席の時はややスタンスはナチュラルに近いんですよね。そうですね。左打席の時はかなり極端なオープンスタンスですが、ボーリックの打球は高須、見上げるようにボールを取りました。ヒットは許しませんでした。牧、見事なセットアッパーぶりを見せました。7回の表ロッテ0点7対4、近鉄3点のリードです。